お疲れ様です、さん本日も即課塾の舞姫大学特別講座に行ってみましょう今回はですね鹿児島県警の闇といいますかね鹿児島県警で警察のトップが不祥事を起こしてですねそれを隠蔽していたわけなんですよそれがやっぱり警察官の正義感からどうしても許せないということでね定年退職された元警察官の方が内部告発をしたんですよね えー、鹿児島県警ではこんなことをやってるぞ悪いやつがいるぞみたいなね、えーまあ、警察内部で犯罪をやってるやつがいるよみたいなね、まあ、そういうふうに告発をしてくださいましたまさに正義の人なんですけどもそうしたらですね面目を潰された鹿児島県警が公務員の守秘義務違反ということで警察内部の、ね、秘密を漏らしたということでなんとこの内部告発をした人をね逮捕してしまったんですよまあいわゆる口封じですよね まあ昔から警察ってのはこういうことがね繰り返されてきて結局正義ってのはどこにあるんだろうかなっていうことをね私たち市民はいつも考えなくてはいけなくなってしまうんですよねああやっぱり一定の権力を持った人ってのはその権力を維持するために嘘も方便ではないですけどもねうん何からその組織に不信を抱かれかねないようなことってのはね隠す傾向にありますもちろんそれが誤解ならば 隠しかるべきなんですけどもいや誤解であっても隠すべきではないかなやっぱり誤解をしっかりと釈明して証明するべきだと思いますまあ権力の裏にはそのぐらいのね付託された権力に対する説明責任は必ずあると思うんですよねで今回も明らかなる警察内部の悪ですよねこれを正そうと思ったまさに正義感の人が逆に逮捕されるとこれではね 内部告発がこれからはどんどん出なくなってきて権力を持った人がその権力に溺れることになってしまうんじゃないかなと思いますあの高知の白バイ事件もそうですけどもあの警察の全部が信用できないわけではないですけども結局こういうことがねなくならないということはうんまあ組織には腐敗が付きまとうというものなのかなと思います まあだからといってね、組織の中の腐敗を諦めるんではなくて、まあ、なんとかね、こうやって、勇気ある内部告発者が出てくることを期待したいですし、内部告発を保護する、そんなね、まあ、法律なり、組織なりができてくれることを、まあ、願ってやまないかなということころでございます。